文鳥夏目漱石。10月早稲田に移る。伽藍のような書斎にただ一人、片付けた顔を頬杖で支えていると、三重吉が来て言った。先生、鳥をお買いなさい。文鳥がいいでしょう。綺麗な鳥ですよ。チヨチヨと鳴くんです。ぜひお買いなさい。かようにして私の五円札は三重吉の手に落ちた。そのうち秋が小春になり、霜が降り出し、文鳥のことを忘れた頃、三重吉が門口から威勢よく入ってきた。先生、ご覧なさい。綺麗な鳥でしょう。餌と水は毎朝忘れないように、あと時々行水をさせるのと、糞をして籠を汚しますから、籠の掃除もしておやりなさいと、大変文鳥に親切を極めている。私は内心ではよほどおぼつかなかったが、三重吉の言うことをはいはいと引き受けた。翌朝、目が覚めると文鳥に餌をやらなければならないと思った。けれども起きるのが大儀であった。今にやろう今にやろうと考えているうち、8時過ぎになった。文鳥を見に行くと目をパチつかせている。目は真っ黒で、まぶたの周りに細い時色の絹糸を縫い付けたような筋が入っている。文鳥は私の顔を見た。餌をやる際、むやみに籠の戸を開けると逃げてしまいます。右手で戸を開けながら、左手をその下へあてがい、出口を塞ぐようにしなくっては危険です。私は三重吉に教わった通りにした。出口を塞ぐ際、文鳥はちょっと振り返った。人の隙を伺って逃げるような鳥には見えないので、なんとなく気の毒になった。三重吉は悪いことを教えた。その後、私はそっと書斎へ戻り、寂しくペンを走らせた。縁側では文鳥が乳と鳴く、時々チヨチヨとも鳴く。外では木枯らしが吹いていた。昔、美しい女を知っていた。私はこの女が机にもたれて何か考えているところを、後ろからそっと行き、紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして、首筋の細いあたりを上から撫で回したら、女は物憂げに後ろを向いた。その時、女の眉は心持ち八の字に寄っていた。まあ女は格好の良い首を肩まですくめていた。文鳥が私を見た時、私はこの女のことを思い出した。私、結婚することになりました。この女は嫁に行った。私がいたずらをしたのは縁談の決まった2、3日後である。
それから小説が次第に忙しくなった。私は文鳥にすまないと思いながらも世話を怠けた。ある日、うちの者が餌と水を変えてくれた。それ以来、なんだか私の責任が軽くなった心持ちになり、うちの者が忘れた時は私が、私がしない時はうちの者が世話をするようになった。そうして、後日。書斎にいると、何か妙な音が聞こえてきた。私は小説をよそにして、ペンを持ったまま縁側へ出た。すると、文鳥が行水を使っていた。私は急に替えかごを取ってきて、文鳥をそこに移した。それから、じょうろを持って風呂場へ行き、かごの上から、さあさあと水をかけてやった。文鳥は、絶えず、目をパチパチさせていた。あら、何かしら。ああ、不思議だこと。私は再び、例の美しい女を思い出した。女が座敷で仕事をしていたとき、私は裏二階から、懐鏡で、女の顔へ春の光線を反射させて楽しんだ。女は薄赤くなった頬を上げ、細い手を額の前にかざしながら不思議そうにまばたきをした。今の文鳥はおそらく女と同じ心持ちだろう。日が経つにつれ、文鳥はよく忘れられた。ある時は餌が空っぽに、ある時はカゴの底が糞でいっぱいになっていた。そうしてその日、私は三重吉に呼ばれ、文鳥の世話もせず家を出た。いや、お忙しいところ申し訳ありません。あの娘の件でお話が。私は三重吉と昼飯を食い、晩飯を食い、話をした。その上、明日の会合まで約束して家に帰った。時計を見ると夜9時。疲れたからすぐ床へ入って寝てしまった。あくる日、私は朝飯を済ませると三重吉に会うため家を出た。しかし先生、あの娘もそう言っていますから。いや、いくら当人が承知だからといってそんなところへ嫁に寄るのは行く末よくない。世の中には満足しながら不幸に陥ってゆくものがたくさんある。確かによく聞く話です。そんな話をして午後3時ごろ帰宅した。玄関で街灯をかけ、廊下伝いに書斎へ入ろうと縁側へ出た。その時、鳥かごの中を覗くと、文鳥は
カゴの底にそっくり返っていた。二本の足を固く揃えて、胴と直線に伸ばしていた。餌は空っぽで、水入れは底が光るほど枯れている。私は文鳥を握ってみた。柔らかい羽は冷え切っている。私はしばらく死んだ鳥を見つめた。そうして、激しく手を鳴らした。はい、旦那様。どうかしましたか？どうもこうもない。見なさい。かわいそうに。餌も水も与えず、掃除もしてやらないから、死んでしまった。え？私は、下女の顔を睨みつけた。下女はうつむいて、畳を眺めたまま黙っている。私は机の方へ向き直り、三重吉へはがきを書いた。家の者が世話をしないものだから、文鳥はとうとう死んでしまった。頼みもせぬ者をかごへ入れて、しかも餌をやる義務さえ尽くさないのは、残酷の至りだ。翌日、なんだか頭が重い。10時頃になって、ようやく起きた。午後、三重吉から返事が来た。文鳥は、かわいそうなことをいたしました。とあるばかりで、家の者が悪いとも、残酷だとも、一向、書いていなかった。